木材をですねこう送ったりするときなんですけど、ここにね何も受けがないとですね、こんな、まあ取ったんですけどこんなになったりしますよね。でこれを合わせるためのですねフェンスと言われる部分なんですけど、こんな形でこのですねフェンスっていう部分をですね、まあ、作っていきたいと思います。はい、で今回ですねフェンスの部分なんですけど、こちらのですねこちらも彫る型の棚板、こちら13ミリと100ミリと600ミリですね。長手方向にこれ600ミリあるんですけど、これはね先ほどのトリマーテーブルと同じ長さです。それとですねこちらですね同じく彫る型の棚板、こちらも13ミリの200ミリの600ミリ、こちらも長手方向にこれ600ミリ、これもですね先ほどのトリマーテーブルと同じ大きさで、当然ですけどこれも同じ大きさになります。でこれだけじゃ立たないのでですね、これとこれ、これをこうつなげていきたいと思います。でここですね、ここにねビットが来たりしますんで、この辺のですね加工をやっていきたいと思います。はい、ではこちらもですねこの立ってる方のこの部分なんですけど、立つこちらの部材、これもですね600ミリ、横幅600ミリありますんで、これ300ミリのところにですねまず印を入れていきたいと思います。はい、こんな感じで端から300ミリのところにですねこういう中心線を入れました。次にですねこちらのね200ミリのこちらの部分なんですけど、これもですねこういった形になるんですけど、ここもですね600ミリありますんで、中心の300ミリのところに中心線を入れていきたいと思います。はい、こんな感じですね、こちらも300ミリのところですね、端から300ミリのところに中心線を入れました。次にですねこちらこう立つ部分なんですけど、このですねこの辺ですけどね、こう空洞を開けていきたいと思います。でこの空洞っていうのはですね、このトリマーのビットがこう通過するんですよ。ってことはですね、この空洞の高さなんですけども、これはですねあのビットの、ね、高さに従ってかなっていう形で思います。で、まあ、私はあんまり極端に高いビットの形を作ることはないですから、まあ、これ適当なところでいいと思うんですけど、まあ、ちょっと低め、まあ、真ん中よりちょっと高いぐらいですかね。この100ミリの半分、50ミリよりちょっと高いぐらい、ここら辺からこう丸く切ってですね、こう切り込みを入れていこうかなと思います。はい、こんな感じでですね丸く先ほどと同様にですね穴をほがしました。でもうせっかくなんでですねこちらのですねこの分なんですけど、こちらもですね穴をほがしていこうかと思います。でですね今回ですね、まあ、ちょっといろんな形で使えるようにしたいなと思いますんで、先ほどのはねこちらはちょっと上ぐらいだったんですよね。これ50ミリよりちょっと上ぐらいかなっていうところでやってったんですけど、これはですねちょっと結構若干広めにいきたいなと思いますんで、この200ミリありますから、この100ミリより随分こっちで穴を開けていきたいと思います。はい、こちらもですねこんな感じで穴を開けました。でこれ穴開けてですね、ここの穴の端から直線にですねこうですね、ここにですねカット線を入れて、ここもですね切っていきたいと思います。ですからここがですね、ここが空洞になるような形ですね。でこちらも同じくですね、ここの穴の端からこう線を引いて、ここが空洞になる、ここが空洞になるような形で、こちらも作っていきたいと思います。はい、でですねこの部分をですね切っていこうかと思うんですけど、これはね後から切っていこうかと思います。ちょっといきなり切っちゃうとちょっとねまずいことが起きますんで、ちょっと私ね普通のトリマーテーブルと違って、まあ、若干ねちょっとした仕掛けをつけていきたいなと思いますんで、ここをですね開けるのはちょっとね後の方から開けていきます。はい、こんな感じでですねトリマーテーブルとこのフェースの部分なんですけどね、まあ、これをねつなげた状態にしてですね、このトリマーテーブルがですねこう前に出てきたり後ろに下がったりこうやってしていくんですけど、これをですね、まあね綺麗にねまっすぐ出てまっすぐ後ろに下がってくれるようにですね、こちらのですねアルミの不等辺チャンネル、これですね8ミリの8ミリの 5.5 ミリの1メートルがあるんですけど、ここが8ミリ、ここが8ミリですね、これが 5.5 ミリあるんですよ。これをですねテーブルの方にこうここにですね埋め込みます。
そして実際これフェンスの部分なんですけど、このねテーブルとこの接するこちらの部分ですね、こちらの部分にですね、こちらのアルミの平角棒、こちらのですね3ミリの15ミリ、この厚みが3ミリですね、と15ミリ。これもこちらにですね、埋め込んでですね、このアルミのレールに対して、ここね、平角の棒が、こうスーッと、こう、まっすぐ走りますよね。これを利用して、これを2本ですね、2箇所。つけて、このフェンスがですね、まっすぐ前に行ったり、後ろに行ったりしてくれるようにですね、作っていきたいと思います。で、まずはですね、こちらには6ミリ。こちらにはですね、3ミリのね、溝を掘っていきたいと思います。で、こちら注意していただきたいのが、これをね、溝を掘るときなんですけど、実際トリマーテーブルなんで、トリマー使います。で、これですね、このガイドの部分、こちらですね、もう、ほぼほぼ固定でいいかと思います。ここですね。で、ここで溝を掘っていくと、まあ、向こうでもですね、合わせたら、ここから溝の幅一緒ですよね。そして、ここのビットを変えることによって、この中心自体は一緒です。この中心自体は一緒。ね、一緒ですから、こちらも、このガイドの出幅ですね、均等に揃えて、ここも3ミリを掘っていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、テーブルの溝と、こちらフェンスのですね、この接する部分の方もですね、こんな感じで溝が掘れましたんで、先ほどのね、アルミをここに両方ね、入れて、こう、まっすぐ行ったり来たりできるようにしていきたいと思います。で、次にですね、フェンスのですね、接する部分の方のこちらの部材なんですけど、ここにですね、溝を掘っていきたいと思います。まあ、溝というかもう貫通の溝ですね。で、ここからですね、3センチほど、30ミリほどですね、ここ、開けたところに、ここ一直線にですね、6ミリの溝を掘っていきたいと思います。で、これはまあ、概ねで結構だと思うんですけど、まあ、この溝幅の半分ぐらいを目がけてですね、ここ30ミリ開けて、貫通の6ミリの溝を掘っていきます。これは両方開けていきます。はい、こんな感じでですね、貫通の溝が掘れました。ここがね、30ミリ、3センチほど開けてます。で、この溝幅は6ミリ。これを両サイドにね、こんな感じで掘りました。ちょっとね、こう、毛羽立ってるんで、まあ、後ほどね、ペーパーで、綺麗にここ、整えておきたいと思います。次にですね、こちらのですね、フェンスの、まあ、くり抜いていく部分なんですけど、ここと、ここなんですけどね、これをくり抜いていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、ここの部分のですね、くり抜きをしました。でね、先ほどね、手動のノコギリですね、まあ、通称手ノコって言ってるんですけど、手ノコでカットしていきましたんで、まあ、ほんの若干ですけど、ほんの若干、まあ、ちょっとした段差ができたり、まあ、ある部分、ところどころちょっとね、ほんのちょっとだけあるんですけど、こういったところもペーパー当てて仕上げていきたいと思います。では次にですね、こちらのフェンスの部分を、こんな感じでですね、こんな感じでつなげていこうかと思うんですけども、こちらつなげる部分にはですね、ここにね、私のいつものね、愛用品、ゴリラウッドグルー、これを塗っていこうかと思います。これ、お気づきになりました。今回ちょっと大きいんですよ。大きいボトルで塗ります。まあ、大きくても小さくても一緒です。それとですね、こちらのビスを使って、ゴリラウッドグルーとビスに2つでですね、留めていこうかと思います。で、こんな感じになってですね、まあ、こちらからですね、ここからこうやってビスを留めていくんですけど、こちらもですね、このビスのこの頭、これが飛び出ないようにですね、ここの部分なんですけどね、ここから打ち込んで、飛び出ないように、ここもですね、面取りビットで面を取って頭が奥までですね、こう入るように
やっていきたいと思います。はい、でですねこちらをですね、ま、取り付けていく今ね前の段階なんですけど、ここですね、ここにですねここから90ピッチですね、90、180、270でビスを打っていこうかと思います。でこの裏板がですねこれ13ミリありますから、まあ、下からですねまあおよそ、まあ、6.5 ミリね、6ミリ、まあ、6.5 ミリこの辺ぐらいでね打ち込めればいいかなと思うんですけども、まずですね90、180、270のところ下からですね 6.5 ミリのところにですね印を打って下穴を開けていきたいと思います。で下穴を開けるときはですねここね一緒にですねこうした状態で貫通させていきます。はい、こんな感じですね。この十字をつけたところなんですけど、ここにねビスを打っていこうかと思います。でこれすいません言い忘れてたんですけど、まあ、せっかくなんでですね端からね10ミリのところここにもねビスを1本打っとこうかと思います。でこちらもですね同じように10ミリ開けて、まあ、10ミリ開けてですねこの端から90ピッチ先ほどのですねこちらと同様に印を打っていきたいと思います。はい、こちらも同様にですね印を打ちました。でこのですねつなげる部分なんですけど、下の穴を開けていくんでこのままだとちょっとね打ちにくいんですよね。なのでこちらですね枕木、これを下に引いてですねこうするとねだいぶ打ちやすくなるかと思います。ちょっとまだ低いですね、ちょっと枕木変えてもうちょっと上げてみます。でまずはですねこれ下穴をちょっとねここ端っこ行きましょうかね、端っことこう端っこ同士なんですけど、端っこ同士まず開けて先にですね、まあ、その2箇所ビスを止めて一応つながりますんでね仮止めでですね、それから一気に下穴を開けていきたいと思います。すいません、ちょっと下穴ずれちゃって結構ずれたんでもう一回ちょっとね別のところから開けて仮固定していきたいと思います。はい、今度はうまくいきましたね。それではね一斉にね下穴を全部開けていきたいと思います。こんな感じですね、下穴を全部ね開けてきました。ではですねこのビスを外してこの穴にですね面取りビットで面を取っていきたいと思います。はい、こんな感じでですね面取りビットで綺麗にねこう面を取りました。これでねこうビスが入ってもですね頭がこの中にスポッとね入ってくれて、ここ木材が通るときにですねこれ頭が引っかかって邪魔をしたりそういったことがないようになります。このね面は絶対と取ってください。それではですねここのですね、まあ、これ小口って言われる部分なんですが、この部分ですねここにねこう板がこうひっついてきますんで、ここにですね、まあ、先ほどのゴリラウッドグルーこれを塗っていきます。はい、こんな感じでね塗りました。それではですねこれをひっつけてビスを全部打っていきたいと思います。はい、こんな感じでですねビスが取り付きましたね。まあ、中にはねこれゴリラウッドグル接着剤の方もね入れてますんで、これまあ一晩ぐらい待ったらガチッと固定されるとは思うんですけども、まあ、せっかくなんでさらにですねこれワンバイ剤の余りなんですよ。ワンバイ剤の余り、これここはねちょっとこれカッコつけて斜めに切っただけなんですよ。これまっすぐでも、まあ、これぐらいのサイズあったらいいのかなと思うんですけど、まあね、通常こう斜めとかにしたりするんですけどね、これフェンスとかこうグラッとなったりもしないようにね、防止にもなります。で、これをですね、4個用意したんで、これですね。この4個もですね、せっかくなんでですね、こう止めていきたいなと思います。で、こちらはですね、まあ、こちらのフェンスのこっちの方向からビスを打って、下から真下からですね真下からもねビスを打って、まあ、ビス2箇所ぐらいで、まあ、十分じゃないかなと思いますんで、それで止めていきたいと思います。そしてですね取り付けの位置なんですけど、あ、そんなにね別にこれと言ってないと思うんですけど、この溝はですねちょっと訳があるんですよ。これちょっと訳があります。なのでこれよりちょっと間隔を取っておきたいなと思いますんで、やはりですねここから90ミリね、ここ端から90ミリのここの部分と
ここのですね、180ミリ、ここの部分、ここのね、ラインでね、取り付けていこうかと思います。はい、こんな感じでですね、このね、補強の部分全部取り付け終わりました。これで結構ね、またね、こうやって木材をこう送らせるときにですね、多少の力が加わってもですね、がっちりと動かないと思いますんでね、これ4箇所ですね、止めました。はい、こんな感じでですね、フェンスの部分をね、取り付けできましたんで、もうかなりね、頑丈になってます。これでね、こういった木材とかをですね、これ向こう側がトリマーかける部分なんですけど、こう木材をここをこう走らせてもですね、多少力が加わってもこれが押してくれますんで、まあ、強いフェンスができたかと思います。で、次んですけども、こちらですね、これフェンスの裏側とこちらテーブルの方なんですけどですね、あらかじめね、これ掘っておいた溝がありますよね。で、ここにね、